この時間は茨城新聞茨城放送リポートをお送りします。まずはじめに結城市からのリポートです。ラオスで絹織物などの伝統を生かした手工芸品生産を手掛ける企業8社の女性担当者10人が9日、結城市など結城紬の産地を訪問し、織物工場や資料館を見学しました。一行はジェトロ、日本貿易振興機構の招聘事業で来日し、5日と6日には都内で開かれたジェトロ主催の手工芸品展、ラオスが織りなす伝統の匠の展示会と商談会に参加しました。展示会の終了後も都内のギャラリーや百貨店などを回った後、本県にも足を伸ばし、日本を代表する絹織物産地である結城市や常総市で結城紬の伝統や製法を学びました。本場結城紬の老舗問屋奥潤が運営する紬の館を見学し、常総市の石毛結城紬の生産者である小林織物工場を訪れました。織物工場ではまず型紙を使った染色を見学しました。なぜかこれがまだ穴がありますか。そう続いて半自動織機による機織りの作業を見学しました。もちろん職人さんによって、技によって柄によって高級感を表してますので、例えばこちらに見ると、つながりができました。ブランカワンワシでポアパンディ機会がございました。ぜひラオスの工場の方に、ポカオネのボリサッマンの方に。その後、紬の館に戻り、奥潤の奥沢頼之専務と絹織物の製法や糸の紡ぎ方について意見交換しました。手織りのもの、これは春夏綺麗なものとか複雑なものを作るんですけど、こちらの会社ガンジャナーさんのお店は、特にやることは、ショールの方とか、あとサタンさん、こちらが彫りの面ですね。自分の強みっていうのはどこなのかっていうのと、それを分かりやすく伝える方法っていうのをちゃんとそれぞれが見つけて、分かりやすくお客様に伝えるっていうことが、商品作りでもブランディングの大事じゃないかなと思います。先ほど一緒にお話ししたんですけど、写真のように紡ぎ方とか、ラオスの方はちょっと別のやり方はございますので、今回のやり方の学んで自分の会社で一応やってみたいなと思っております。ラオス企業さんのとも反応も良いですし、やっぱり日本の高い技術を学びたいという思いが強かったというのもありまして、今回作る工程であったりとか細かい部分を教えていただいたことで、今後ラオスに持って帰ってさらに発展させることができるのではないかなと思っています。ヨーロッパの方に結城紬を広げるっていう取り組みを、3、4年続けてるわけなんですけど、改めて海外の人が、日本に、商品なりラオスの文化を広げるっていうことで、非常に勉強になることがありましたし、相互で何か協力できることがあれば、ぜひ今後も、コンタクトを取りながら、お互いがいい刺激になるかなと思っています。続きまして水戸市からのリポートです。日本三大民謡の一つ磯節の技量を競う第36回磯節全国大会の決戦会が11日水戸市千波町の県立県民文化センターで開かれました。大会は磯節全国大会実行委員会の主催で開かれました。今回の決勝出場の名簿を届けましたので申し上げます。今月の7日8日の2日間にわたって開かれた予選会を勝ち抜いた30人が決戦会に進み、またその中から10人が最終審査に挑みました。今回の大会では幅広い年代に磯節を楽しんでもらおうと、従来の一般の部に加えて少年少女の部と寿の部が新設され、
合わせて407人がエントリーしました。今大会の優勝者は結城市の矢島昭夫さんで、初の日本一に輝きました。茨城県勢の優勝は2年ぶりです。おめでとうございます。賞状優勝矢島昭夫様、おめでとうございます。皆さんの応援のおかげと、あとご指導のおかげです。自分歌うの好きなん で大会出たりそういうのに挑戦するの好きなので、それが楽しいです。まあ、みんな喜んでもらえるようなボランティアとかそういう活動に励みたいなとか思います。おー、続いて日立市からのリポートです。県北地域の食材を使ったそばの漬け汁レシピのコンテストが15日、日立市で開かれました。日立シビックセンターで開かれたご当地漬けそばレシピコンテストは、整理券の配布1時間前から列ができるほどの人気でした。コンテストは茨城のブランド品種、日立秋そばに合うご当地漬け汁として募集し、66点のオリジナリティにあふれたレシピが寄せられ、書類審査で選ばれた8点を来場者500人に実際に試食してもらいました。いいですね。一度にこういうことはないですから、今日楽しみに来ました。どう、みんな美味しかったです。そば大好き。いろいろな味が試されて、美味しかったです。ただ中にはしょっぱいのと、ちょっと私には甘いかなというのもありましたけど。審査は試食した人が1人2票を持ち、気に入った漬け汁に割り箸を入れて投票しました。全部美味しいですけど、いろいろ個性があっていいなと思って、とろみがあるようなので入れたんですけど、基準はやっぱりご当地っていうことなんで、今までにない味をがいいのかなと思って、それで選びましたけど、はい、やっぱりちょっと、まあ、比較するのはちょっと難しかったんですけれども、やっぱり具沢山っていうようなところがやっぱり一番印象が残ったので、それに投票しました。県企画部の野口徹部長が投票の結果を発表しました。最優秀賞にはひたちなか市の主婦秋山あずささんの県北けんちんつけそばが選ばれました。工夫したところは、自然薯と里芋を直接煮込まないで油で揚げて食べやすくした点です、はい、あと独特な染みこんにゃくという素材がありまして、それを、やはりけんちん汁に入れたいという思いが強くありました。
もうぜひ家庭でも簡単に作っていただけるかと思いますし、あとお店の方でもぜひ機会があれば提供していただいて、あの県内の方のみならず県外の方にも幅広くこんな食材があるんだよっていうところをあの幅広く知っていただきたいなと思います。皆様にあの茨城の美味しい食材をお伝えすることができて、とても今充実した気持ちです。応募した時に県北のご当地つけそばっていうことで応募したので、もちろんうちのお店でもメニュー化して出したいっていうのと、それからそういった今日出た作品がどういった形でもいいから県北のつけそばになって有名になってほしいなと思います。秋そばに限って言いますと、まあ、そば自体がですね大変美味しいものだと、でこれはどのような食べ方を知ってもというとちょっと言い過ぎかもしれませんが、いろんな食べ方ができてですね、それぞれで焼きそばというの素晴らしさが分かるものだということを、まあ、より多くの方にですね知っていただくと、もちろんそれでこのそばを食べにですね、ぜひ県北の方にもより多くの方に足を運んでもらえるという効果があれば、まあ、成功かなと思っております。8種類のレシピはインターネットで公開されます。以上、茨城新聞リポートをお送りしました。続きまして、IBS 茨城放送からのリポートを3本続けてどうぞ。私は今、那珂市菅谷にある曲がり屋というかやぶき屋根の民家にお邪魔しています。こちらでは NPO 法人ひろがるは那珂つるしびなの会主催の、那珂のひな祭りが行われているんですね。地域の活性化と古い着物の再利用を目的として今年で7回目になるそうなんですが、詳しくこちらのつるしびなの会のお話を伺っていこうと思います。お話は NPO 法人ひろがるは那珂つるしびなの会鴨志田和恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鴨志田さん、今ちょうど後ろに、つるしびなありまして、赤い紐に、縁起物の亀や鶴だけでなく、この那珂のお花であるひまわりだったり、白鳥なんかもありますが、こちらは、今年のテーマがあるわけですよね。そうです、今年はフェスティバルということで、ひらがなでフェスティバルと書いてやっております。そうですね、随所にこの藤のお花だったり、後ろにはね、こう梅をモチーフにした木なんかもあります、とっても華やかですね。そうですね、そしてですね、今日は、こちらのこのつるしびなを実際に制作されている、那珂つるしびな講座の講師でもあります、加藤美智子さんに、いらっしゃっていただいてます、こんにちは。こんにちは。加藤さん、とってもね、この華やかで、400本、2800個ですか、もう本当にすごい数なんですけども、やっぱりこれ実際に作られるのにこだわっている点などありますか？そうですね、幸いなことにここはテーマがありますので、前の年から布集めに入るわけですが、とてもそれは苦労する点でもあるんですけれども、それをみんな会の方とほどいたりして、そのテーマに沿った布を用意するっていう、そこからの準備ですね。それが一番大変ですね、本当にこうね、着物のこう鮮やかなね、質感といいますか、すごく見ていても心が華やぎますね。子どもたちもね、とっても嬉しそうに見てましたね。そうですね、そしてですね、この曲がり屋では実際にこのつるしびなの展示だけでなく、販売なんかもしているということで、那珂つるしびなの会販売責任者であります木村さんにもいらっしゃっていただいています。木村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。木村さん、どういったものを販売してらっしゃるんでしょうか？那珂市には民話でタッツァイというお話がありまして、その中に七うんじるというお話、それに基づいてつるしびなの方も七雲野菜びなというオリジナルびなを作りました、その他にやはり皆さんに喜んでいただくのに
七雲野菜クッキー、はい、それから七雲野菜マドレーヌ、はい、それを開発して販売しております。あ、今実際に横に置いていただいたんですけども、はい、クッキーもマドレーヌも拳よりこう大きいくらいのサイズで、はい、とっても大きいですね。ニンニク、ほうれん草、南京、生姜はジンジャー、はい、それから、さつまいもは甘蔗、枝豆はズンザ、ズンダ、そして人参、こういう無農薬の野菜、ほうれん草も入りましたね、はい、とっても美味しいです、はい、評判でございます。そういったもののこう販売もあるということで、はい、ひな祭りの猫のひな人形とつるし雛と合わせてこういったものもね楽しめるということですね、はい、もうね最後にやっぱり先ほどもねこの子どもたちもたくさん見に来てましたけども、はい、山下さんからこう一言、来てた方にメッセージをお願いします。はい、私たちは子どもの幸せと健康を願って一針一針心を込めて作った作品が吊るしてありますので、どうぞその気持ちを汲んでいただいて、皆さんに見ていただきたいと思いますので、お待ちしております。どうぞいらっしゃってください、はい、たくさんの方にいらっしゃっていただきたいです ね、 ですね、はい、お待ちしてます。お待ちしております。今日はお話ありがとうございました。ありがとうございます。お待ちしております。お待ちしてます、はい、この時間は那珂市菅谷の曲がり屋から那珂のひな祭りの話題をお伝えしました。私は今、日立市立東小沢小学校に来ております。今日はこちらで子どもたちの防災訓練が行われるということで、いざという時のために、こちらの近くの高台日立南太田インターチェンジまで子どもたちがずっと避難路を歩いていきます。およそ 2,30 分かかるそうです。そちらのレポートをしてみたいと思います。私は今日は日立市立東小沢小学校にやってまいりました。今日はこちらで子どもさんとそれから地域の方々も含めて防災訓練が行われるということで、このレポートをいたしますが、まずはじめに教頭先生青山俊明先生にこの防災訓練の趣旨などについてお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、お世話になります。今日子どもたちも含めて防災訓練が行われるということですけれども、どういうようなこうセッティングでなさられるわけですか。はい、今日はですね、大きな地震が来ましてですね、はい、その後津波が起きるということで、はい、津波のためにですね、第一避難所日立南太田インターチェンジまで、うん、地域の方と一緒に逃げるということですね、うんうんうん、子どもたちが研究発表するそうですね。はい、そうですね。どんなような内容になりますか。はい、低学年はですね、はい、防災についてということで発表します、うん、4,5 年生はですね、はい、いわゆる怪我した時の対応ということで、うんうん、三角筋の使い方について話をします、うんうん、はい、6年生がですね、いわゆる非常食の食べ方について美味しく食べる方法にはということで、話をします、うん、なるほど。これは普段の、はい、その学校の授業の中で勉強してるわけですか。そうですね、はい、ここはですねやっぱ定時ですので、はい、避難訓練今回5回になりますので。ああそうですか、はい、そういうことでやはり普段からですね、うん、学習をするということで取り組んでおりますので、うん、はい、その成果を地域の方に披露するということになります、うん、なるほど。子どもさんたちが自分たちで日頃学んだことを実際にやってみるという、はい、そういう訓練になりますね。そうです。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。私は今1年生の教室におります。さあ、緊急地震速報が流れました。子どもたちは身を守って机の下に今入りました。はい、再び校内放送が流れました。さあこれから、子どもたちがみんな避難に入ります。およそ2キロ21分で避難をしました。これから日頃防災の勉強をした発表があります。
そのままでも食べることができました。ご飯の水分はお茶漬けなので補うと良いと分かりました。今日の発表はいかがでしたかね。よくできたと思います。練習してましたですか、やっぱり。家で練習してました、はい、練習台になりました。そうですか、はい、近くにこう、ね、くじがございますし、はい、まあ、災害はない方がいいんですけども、やっぱりいざという時のことは考えていらっしゃいますか、ご家族でも。そうですね、待ち合わせ場所ぐらいは考えてますけど。何が一番非常食の中で、いいなと思いました。ご飯きのこご飯、やっぱご飯、はい、やっぱり普段からこういう風に、みんなで勉強しておくってことは大事だと思いますよね。はい、ね、はい、じゃあこれからも、いざという時のために自分の身を守ることを、ね、練習してくださいね。はい、はい、今日はどうもご苦労様でした。ご苦労様でした。今日は、東小沢小学校の皆さんが、避難場所としてここまでやってきて、子どもたちが発表をしました。いざという時のためにいろいろ普段勉強していることをうまく皆さん発表できました。まあ、子どもたちがこうやって自主的に自分たちでいざという時のことを考えて行動するというのもとてもいい訓練ではないかなというふうに思いました。皆さんこんにちは。当店は和食や中華をメインに提供している食事処です。地元の食材を使いラーメン、カツ丼、ニラレバー定食、唐揚げ定食など30種類以上のメニューをご用意しています。そんな当店のおすすめランチは生姜焼きセットです。こちらのセットは生姜焼きに半ライス、ラーメン、小鉢をお付けした大ボリュームの内容となっています。生姜焼きは当店一番人気のメニューで、通常よりも薄く切っているため食べやすく、肉本来の味を楽しめるさっぱりとした味付けになっています。ラーメンは鶏ガラと豚の原骨から出汁を取った昔ながらのあっさりとしたラーメンです。当店のメニューは量が多いのですが、さっぱりとした味付けなので若い方にも年配の方にも好評です。衣装課にお越しの際にはぜひ当店でボリュームいっぱいのランチをお召し上がりください。お待ちしております。今日はですね、生姜焼きセットです。年齢に合わせてもらってちょうどいい具合です。ご飯とお肉とあと麺類と、やっぱりこれは働く我々にしてすれば、必需品かなと思います。そういった面ではこちらのメニューはとても、ありがたいですね。